こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしんなです。今回は11月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと11月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ゴーテイルズ、10月31日からゲームパスに対応しています。中世を舞台に傭兵集団を率いながら富を求め広大な土地を旅していくオープンワールド RPG。最大4人のオンライン協力プレイに対応していますが、日本語には未対応です。タスティースーターズ、11月2日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。本当の自分を見つけるために、過去の恋人たちと戦って自分自身を表現することを題材にしたゲーム。妹の結婚式を間近に控えた主人公のジャラとして、元恋人たちと和解し、壊れた友情を修復しなければなりません。ゲームのストーリー進行を通して、今作では映画のようなターン制のバトルが展開されていき、アップグレードや特殊能力を駆使して、スケボーギャングや押しかけ求婚者たちと戦っていきます。また、スケートボードを利用して、スケートやグラインド、ウォールランなどを自在に楽しみ、街を縦横無尽に滑り抜けることができます。さらに、料理パートも存在し、こちらにもアクションの要素が含まれています。腕を振るって、南アジア風の美味しいごちそうの数々を作って、母親を感心させて、関係修復を目指していくといった内容となっています。様々なジャンルが混ざっていて、見た目にもコミカルな新作ですね。トトアの表記では日本語対応されるとのことです。フットボールマネージャー2024、11月7日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。サッカークラブの全権を握る監督として、クラブを経営していくシミュレーションゲーム。監督として選手の移籍や獲得、資金運用、トレーニング方法などあらゆる指示を行うことができ、試合を観戦することもできます。シリーズ20周年作品としてリリースされる今回は、52カ国の50万人以上の選手データが収録されていて、1500人以上のリサーチャーが集めてきた情報をゲーム内のデータに反映させている他にも、日本プロサッカーリーグ、J リーグも収録され、オフィシャルロゴ、オフィシャルキット、所属選手の写真がゲーム内に登場します。今作では選手ごとに能力値がゲーム内部で管理されていて、その能力値によって AI が判断し選手を動かしていきます。また今回シリーズとしては初となる日本語対応が行われて、翻訳作業は 2,3 年前から開始されており、その翻訳の質は欧米から発売されるゲームとしてはトップレベルのものを目指して取り組まれてきたとのことです。ロボクエスト、11月7日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。1人もしくは2人協力プレイが可能なローグライト FPS ゲーム。フィールドやアイテムなどがプレイするたびに変わるダンジョンが舞台となっていて、やられてしまうとレベルやアイテムは失ってしまいますが、強化した設備は失われないため、遊べば遊ぶほど次のプレイが楽になっていくようなゲームで、流れるようなテンポのいい動きが魅力でもある作品です。今作は今年の1月にプレビュー版がリリースされ、ゲームパスにも対応していましたが、プレビュー版から10ヶ月目にしてついに製品版が発売となります。製品版の方も引き続きゲームパスに対応し、新しいレベルやサイドクエスト、敵や武器など大量の新コンテンツ、そして待望の実績が追加されます。龍が如くセブン外伝、名を消した男、11月9日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。龍が如く6の後に表舞台から姿を消した桐生一馬がどのような人生を送ってきたかが明らかになる作品となっていて、最新作8へと続くストーリーを楽しむことができます。戦闘システムは6までのシリーズでおなじみのアクション性となり、最新のシステムエンジンで作られたバトルを楽しむことができます。さらにシリーズおなじみのプレイスポットは今作でも充実していて、キャバクラではシリーズで初めて実写が使用されています。本作は外伝作品のため、全体のゲームボリュームはややコンパクトな仕上がりとなり、セブン外伝を遊んでそのまま最新作8を遊んでもらえればと語られています。
さらに今作クリア後には8のスペシャル体験版も付属しており、こちらは8本編にはない体験版だけのシーンなども含まれるとのことです。またなんと7外伝ではジャッジアイズシリーズから海藤さんの出演も決定しています。サブイベントでの登場となるようですが、まさかの共演にどんな物語が展開されるかがとても楽しみですね。ダンジョンズ4、11月9日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。絶対役ことダークロードとなってダンジョンから地上世界を征服するリアルタイムストラテジーゲーム。様々な種族のクリーチャーを雇用して世界征服を成し遂げることが目的となります。英雄たちを倒したり、英雄たちの拠点を破壊したりすることで得られるダークエネルギーを利用して、ダンジョンの拡張やユニットの強化を行うことが可能で、前作よりも4倍に広がった地上マップにより大規模な戦闘、そして大幅にスケールアップした邪悪なダンジョン構築を楽しむことができます。また、パロディ満載の20話の物語からなるキャンペーンと、自由なマップで遊べるフリーモードを一人でも、また最大二人での協力プレイでも遊ぶことができます。ワイルドハーツ、11月9日からゲームパスアルティメットと EA プレイに対応します。今年2月に発売された和風ハンティングアクションゲームが早くも登場となりますね。開発は陶器伝や無双シリーズでおなじみのオメガフォースとエレクトロニックアーツが共同で手掛けています。中世の日本を舞台に仲間たちと共に巨大な獣を狩るゲームとなっていて、本作の大きな特徴である罠や飛行器具、バイクなどを作ることができるからくりと呼ばれる要素を駆使し、様々な武器で狩りを楽しむことができます。またオンライン最大3人までの協力プレイが可能で、 PS5 や Steam などのユーザーと一緒に楽しむことができるクロスプレイにも対応しています。スピリットティー、11月13日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。田舎で暮らしながらお風呂屋さんを運営していくシミュレーションゲーム。今作は千と千尋の神隠しや夏目友人帳などから影響を受けて開発されたとのことで、日本風の世界を舞台に都会から田舎町へ引っ越してきた主人公として、猫の精霊ウーニャンと共に荒れ果てたお風呂屋さんを再建していくこととなります。ほうきで蜘蛛の巣を取り払って、タオルをきれいに洗ってきちんと並べたり、薪を割ってお風呂を沸かし温度を調整したり、いろんな飛躍を使って精霊にぴったりなお風呂を用意していく中で、お風呂屋さんをアップグレードしていき、素晴らしいお風呂屋さんの主を目指していきます。コーラルアイランド、11月14日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。なりたい自分になり、自分のペースで魅力的な島の生活を体験することができる農業シミュレーションゲーム。動物の世話を行って自給自足し、個性豊かな町の住民たちと交流して、ゆくゆくは結婚することができたり、また農場や博物館の拡張なども行います。島の天気や時間帯はプレーとともに変化し、雨や嵐の日もあれば雪の日も存在するとのことです。本作では地上フィールドだけではなく、地下や海も探索が可能で、モンスターとのバトルも楽しむことができ、スキルポイントを利用して新たな能力を覚えられる要素も存在するとのことです。ここからは11月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。およそ30分もかからず実績コンプリートが可能な、たくさんの街をひたすらに作っていくタウンスケーパーに、コーヒートーク、今年8月に正式版がリリースされたばかりのラパン、そしてスタイリッシュ 3D アクションゲームガングレイブゴア、それにゴーストソングなどが外れます。ガングレイブゴアは荒削りなバランスと難易度調整、ステージトラップがあった発売当時と比べると、ユーザーの意見をしっかり受け止めた大型アップデートを重ねており、ゲーム全体として古さは残るものの 3D アクションゲームとして問題なく遊べる作りにはなっています。私はクリアまで10時間と程よいボリュームで楽しく遊ぶことができました。今回外れる中で最もおすすめのタイトルはゴーストソングです。
宇宙の恐怖に満ちた洞窟を探索し、エイリアンたちを倒して新しいスキルを獲得していく横スクロール型のメトロイドバニアタイプのゲームとなります。どちらかというとメトロイドの要素が強く、暗めの世界観で隠された道を見つけ出して進めるような要素があったり、ちょっと武器やジャンプの挙動などはまさしくメトロイドそのものな手触りです。ボリュームは程よく、難易度も高すぎず低すぎずなので、リプレイの方はぜひ。私はクリアまで8時間でした。ということで、今回は11月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、11月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。